生活保護は日本国民であればどんな人でも受けることができます。働ける人も健康な人も若い人も住所がない人も親がいる方も生活保護を受けることができます。憲法を守らなければいけないのは我々国民ではなく国家です。日本国憲法第99条をご覧ください。憲法とは国家が守らないといけない国民との約束です。生活保護は日本国憲法第25条生存権に基づいた制度です。ここに記載されている通り、国家は私たちを健康で文化的な最低限の生活を保障しなければいけないのです。私たちは日本に生まれた時から税金を払っています。買い物をした時には消費税、車を運転すればガソリン税、働いた時には所得税、タバコを買えばタバコ税、お酒を買った時には酒税。税金は強制的に納税しますが、生活保護は申請しなければ受け取ることができません。生活保護を受けることは決して悪いことではありません。甘えでも何でもありません。道路や橋、図書館や学校、年金にもたくさんの税金が使われています。これらと同じように生活保護を受け取ることは恥ずかしいことではありません。メディアやマスコミが発表するネガティブなイメージに騙されないでください。私は行政書士の小川祐希です。市役所で21年、ケースワーカーを11年していました。現在は生活保護の正しい知識を伝えるために YouTube で活動しています。僕はワドです。過去に4年間生活保護を受給していました。ホームレスになり、ネットカフェや公園で生活をしていました。現在はネットでの活動で生計を立てています。家賃が払えていますか？仕事はありますか？カードローンの返済に困っていませんか？一人で悩んでいませんか？生活保護でお困りの方はこの動画のコメント欄にぜひご相談ください。僕と小川さんで生活保護の詳しい説明を動画にしています。チャンネル登録をしていただけると新しい動画をすぐに受け取ることができます。一人で悩まずにコメント欄でご相談ください。生活に困っている方は生活保護を活用しましょう。